どうも、テラクです。ミリゴ神々の回線やっていきましょう。疲れた。疲れた、眠い。すごく眠い。はい。今日も例のシステムいきます。200回転回しますが、設定悪いなと思ったら、100回転ずつに分割します。そうやって、ちょっとね、遊びの幅を広げる。で、200回転やるんで、まあ1回あたりは何ですかね、プラス収支にはしない。2回あたりからプラス収支にするという流れです。これ悪くね。なるほどね。1V4。 まあ設定2かな。334332113。まあ2だな。設定は2のまま。まあ、設定いいと青73回揃ったり黄色73回揃ったりするんで、この感じは設定低いかなって思います。まあ、設定の話じゃないかもしれないですけど、気分的にそうですよね。ノリノリじゃない。だからこれはもうやめたい。悪くないな、設定3。おお、来なかった。いやいや、やめようかなと思ったんですが、やめようかな。ちょっと70でやめましょう。これは来ない。だからあと残りは130、次の設定にぶち込みます。はい。143マイナスってことは3000か。70回転で3000。1位。やっぱな、悪かったもんな、ゲームスタート。130回転。まあ、2つかな、やっても。3つには分けない。やべえ、来た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 。やべえの来た。入るぞ、これ。いきなりやべえのが来た。設定6。あー、もう入ってるわ、これもう入ってるわ。これ決定、決定。いやー、来ないか。ただもう入ってるな、これ入ってる、入ってる、間違いない。今逆回転だったらよかったね。でも入ってるでしょ、今の 55V 出したし。これもう来てるでしょ。1回目の当たりは脳幹ね。553、336、551。もう入る、入る。114、84V。悪くねえ。84V とか。551。あと20回転以内に来そうなんですが、545。いいね。523。288。あと13回転ぐらい。あー、でも入ってないのかな。もう来そうなんですけど、ステージ以降もありえる。ただ入ってないってことか、今ので。そしたら逆に設定低いか。これで天国ステージ行ってないなら設定低い可能性ある。あー、いいね。来ないと。
可能性があったんですけど、いやーいいね、あー来ないと。ただちょっといいね、設定はいいと思うけど、どうなんでしょう。いいね、3回連続近場来た。あー入ってるな、これ入りましたと。入らないと。でも青7が3つはあるからね。思わせぶりなチャンス。はい入りました。でも多分入っ当たりだと思うな。当たったと思うんだよね。さあ当たったと思う。当たってると思う。すごいな。もう確定だね。これ入ってるでしょ。入らない？マジ？入らなかった。ああすいません。ああ今日はダメか。ダメですね。外れたね。でもめちゃくちゃ良かったね、内容。そうでもないか。当たらないといい、いいとは言わないか。設定はいいと思う、すごく。と思うんですけど。これは、あと130回転まであるんで。2が2回、な、青7が2回か。青72回よく出るんで、なかなか悪くなし。858、383、225。いやー、でも130回転まで出ないか。設定は悪くないと思うけど。やめ時かな。いや、ちょっと待って、ノーマル今。ノーマルで出た。これすごくね？入ってんじゃねこれ。どう？ 117。入ってんじゃねマジで。これは、何回、もう来るんじゃないこれ。来そうな気がする。もうちょっとだけ打ちましょう。いいね。いや来ないか。 あと10回打つ。まあいいでしょう。試しの10回。でもこれだけ内容良くて来ないっていうのは設定低い可能性はある。3とかかな。まだ来る可能性あるか。これまだ続いてるね、なんかイメージ。3回連続、4回目はない。いやー来てる来てる。まだまだ分かんない。よ、あるあるある。これあるよ。来そうなんだけど来ないか？ないか。来なかったか。あと2回。やめますと。設定はいいと思うんですけど、170回回して361は7000円か。130回で7000円と。まあ普通か。設定いくつでしょうか。設定に、演出が良かっただけか。入ってなかったもんね。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミリゴ神々の凱旋もよろしくお願いします。失礼します。